セットです。自らの指の代わりに物をつかむための道具、言ってしまえばそれだけの道具です。最も原始的な道具と言われるピンセットの製造には、そのシンプルな形状からは想像できないほどの工程数と職人の技が必要とされてきました。今回はこのピンセット製造に変革をもたらしてきたとある職人と、その後を継ごうとしている息子さんの物語です。東京都葛飾区。この下町に昭和27年創業の高和ピンセット工業があります。今年でちょうど創業50年。この半世紀ずっとピンセット一筋に製造を続けてきました。出荷前のピンセットの検品を始めたのは社長の鈴木正夫さん75歳。この会社の創業者です。でもそういうの自画自賛点ですよ。ムカつくんだこれ。はい、直った。いやそのね、50年の。そして息子の鈴木正弘さん43歳。この会社のいわば跡取り息子さんです。若い人でそんなの金づちと使えないんだからさ、こういうことすればさ。ちょ、聞いてんの？聞いてね。だいたい私は医療機械のピンセットの職人なんですよ。医療機器やってましてね、まあ、そちらがメインなんですけれど、はい、まあ、ピンセットっていうものは医療機器だけじゃなくていろいろ使われてますわね。そんなことで最近非常に逆電関係、特に IT 関係に非常に多く使われるようになったんですよ。でそちらの方もどんどん手出してると。一口にピンセットといってもその形や大きさは実に様々です。高和ピンセット工業で製造しているピンセットは医療用を中心におよそ200種類。その中で材料や長さで分類をしていくとおよそ 500-600 品目にも及びます。例えばこれは主に病理検査に使われるピンセット。作業者の視線を遮ることなく細かな肉片をつかみやすいように先端が極端に細くなっています。これは弱電産業で主に使われるピンセット。リード線を保持しやすいように溝が作られています。また中デッキと呼ばれるこのピンセットはマニアが切手を扱う際によく使われています。薄い切手を傷つけず確実につかめるように平坦で丸い形状をしています。ピンセットの形状だけでなく、物をつかむ先端部の大きさも年々より細いものが要求されてきています。そうですね、5-6ミクロン、あ、5ミクロンか6ミクロンぐらいか。そうだね、ぐらいだろうね。0.5、本当先端部分ですから本当に細いね。細いかな、こんま1はないもんね、全然ね。10ミクロンぐらいかな。 0.56 でしょうね。でそれ以上は金属特性でもうダメなんですよ。細くしてももうふにゃふにゃで柔らかくなっちゃいますからね。ですから、まあ、やっぱり実用的なのは7ミクロン前後じゃないでしょうかね。多彩なピンセットの存在。しかし基本的に全てのピンセットに共通するのは、まず先端の一点が接触し、その後力を入れていくに従って支点が下がり、全てが均一に合わさることです。そして程よい反発力を持ったバネの具合、これは人の手の感覚にちょうどフィットするしっくり感が非常に重要です。ピンセットってのは唯一の感覚の道具ですね。いろんな機械類はそれぞれ機械ですから、
機械自体がそれで、ね、なりのあれは持ってますけど、ピンセットってのは指の代わりなんですよ。そうでしょ、指の先ですからね。とやっぱり自分の感覚の問題で、例えばどんなもんでも指でハサミつまみたいっていうのが人間の本能ですよね。それを例えばモニター見ながらこう機械を操作しながらそこ挟むってことは非常にこれ不自然ですよ。できるならこうやって指で挟みたい。ですから指先の感覚の道具だってことをいつも頭に置いて機能を作ってるわけです。それがなくなっちゃうともう今度はピンセットに生命がなくなるわけです。指先の代わりをするピンセットは一般的には職人による手作業によって作り出されます。鋼や真鍮などの金属を加熱し圧力を繰り返し加えることで成形、その後ヤスリやハンマーで細かく仕上げていきます。数にして約150近い工程を職人による手作業で一つ一つこなしていくことでピンセットが出来上がるのです。そしてその工程に携わる職人の技を高めていけばいくほど一級品のピンセットを作り上げることができるといえます。しかしピンセットという製品の製造に高度な職人芸は果たして必要とされているのでしょうか。高和ピンセット工業は創業以来個人が持つ職人の技術を機械化してピンセットの製造を行ってきました。工作機械をできる限り導入し職人の技術はできるだけ排除しています。例えば名刀正宗にしても、これは名刀であって骨董品価値はあるけど実用的なもんじゃありません。我々は実用品作ってるんです。ですから使えるものじゃなきゃならない。でしかも安くなきゃならない。で高くていいものは誰でも作れる、安くて悪いものは誰でも作れる。ただ良くて安いものを作るってことは私らに課せられた課題なの、ね、それに特訓で私はその精神が一番大切だって息子にもよく言ってるんですけどね。だから超一級品を作ることはないと。最初にとってもう捨て入って捨てるようなバッタものは作りたくない。要するに超一級品の同じ機能を持った品物を安い価格でそれも二級品三級品と同じようなので、出せればそれはそうです、ベタじゃないかと、最高だろうとベストだろうということで、私の考えとしては要するに超一級品からちょっと下がったところの品物を二級品三級品の値段で提供する、より難しいですよ、口で言うより簡単ですけど、でもそれやることに非常に喜び感じます。俺のところしかできねえだろうってそれがね意地でしょうね鈴木社長が考え独自に機械化してきたピンセット製造工程を見てみましょう。ここで作られるピンセットの元になるのがこのステンレスの板です。このステンレス板1枚から折り曲げ式のピンセット1丁を作り出します。まずステンレス板の矯正です。特殊なローラーにかけて金属板に残留しているねじれを成形前に取り除いておきます。続いてバネ付け、ピンセットの後端部に成形される箇所のみを薄く伸ばし厚みに変化をつけることでバネの機能を持たせます。これも機械で成形しますが、この工程は企業秘密です。バネ付けの後に行うのが抜き型と呼ばれる工程です。プレス機と金型を使ってピンセットの大まかな形状を抜き出します。続いて内型、先ほどと同様にプレス機と金型を使ってピンセットの溝や先端の形状、テーパーなどを作り出します。職人さんはここやるのに筋を1本入れる、2本入れる、3本入れる、4本入れる、1回じゃ入りません。何回も何回も筋を入れて、何回も何回も筋を入れて、で20本ばかりの筋を作る。今度反対側にして同じように筋を入れる。この斜めのテーパーの部分を削る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 、それをここで一遍ポンと。
そして折り曲げ工程。折り曲げの中心線を自動的に検出し、ピンセットの先端部に狂いが出ないように折り曲げます。その後は手作業によって最終的な形状に仕上げていきます。先端部の成形やズレの修正、さらに加工の際にできた表面の傷の除去などを行います。そしてそれを最終的にバフ研磨にかけ、表面を磨き上げます。最後に一本一本検品をして完成となります。興和ピンセット工業はピンセットの製造プロセスの 7,8 割の機械化を実現させています。鈴木社長はこの業界で最も機械化が進んだ製造工程を作り上げることで、かつては150近くあった工程をおよそ3分の1にまで短縮し、誰も真似のできない価格と品質を実現したのです。鈴木社長の歴史は挑戦の歴史でした。戦争から復員した鈴木さんは、おじさんのピンセット工場の手伝いを始めました。食うに困ってやむなくの選択でした。その当時のピンセット作りは鍛冶屋仕事、ハンマーとヤスリを手に一本一本丹念に作り上げていく職人の世界でした。鈴木さんはそこでピンセット作りの基本となる職人の技術を習得していきました。ただやっぱり一番辛かったのは、こうすれば作業効率が上がるんじゃないかとか、こうすればもっと良くなるんじゃないかとかっていう提案しても、やっぱり昔の職人ですから一切受け入れないんですよ。生意気なこと言うんじゃない、それだけでしょうがないです。鈴木さんは昭和27年会社を立ち上げ独立を果たしました。当時思い描いていた自分の考えを自らの手で実現させるためです。大体俺ならこうしてみせるとか、俺ならこうしたいとか、いろいろありまして、ですから全然違ったやり方、要するに普通 のピンセット屋さんの、その頃ピンセット70件もありましたからね、でそのピンセットさんのやり方と違ったやり方をしたい。それはどうするかって、やっぱり機械を使うべきだと。要するに職人の技っていうのはこれは非常に大切なもんですけれど、で職人っていうのはその人にしかない技術です。でその人がもしいなくなったらそれでおしまいなの、とこれをまあ今の言葉で言えばデジタル化して、もう全て誰にでも同じようにできる方法、やっぱりそれは機械使うしか手がないだろうと。社長の鈴木さんは紛れもなく立派な技を持った職人です。ハンマーやヤスリなどの道具を誰よりも早く正確に使いこなし、ピンセットを作り上げることができます。しかしその技を生かすのではなく、その技を使わなくて済むような製造工場を目指したのです。機械化を進めると同時に、鈴木さんは一級品を目指したピンセット製造にも取り組んでいきました。この18-8ステンレスっていうこれ材質なんですよ、今このピンセットが。これは今18-8は日本国内でもほとんどうちしか作ってません。みんな相変わらずピンセット13クロームという質のあり錆びる材料で作ってます。18-8は初めて機械で作ったんですよ。かつてピンセットに用いられていた材料は真鍮や鋼といった金属でした。それが高度成長の時代、SAS430 の13クローム鋼に移っていました。13クローム鋼は硬度が硬く、焼き入れのできるステンレスです。しかし錆が発生しやすいという問題点があります。特に医療用の分野では使用後消毒や殺菌などを行うため、
どうしてもピンセットにサビが発生してしまいます。でその頃も私のところは中心がやっぱり真鍮とかあるいは鋼とかそういったものを作ってましたから、前日に切り替える時に硫酸クロームを作るか18H を作るかどっちをやろうかって私考えたんですよ。で要するに当然18H ができれば13クロームは完全にできるんだと。で18H は非常に難しいんだと。でよく言うんですけど道が2つあってね、毛足道と平らな道があったらどっち選ぶかって言ったら普通の人はみんな平らな道を選びますよ。で私学校の学校時代に先生に言われたんですけど、平らな道行くと最後に険しい山道登るよと、最初に険しい道登る、あとは平らだよと。で最初楽しちゃうと後が大変、最初に苦労しとけという、そういうことを言ったんだと思う。ですからじゃあ18歳から特訓もじゃないか、えらい苦労しました。非常に粘っこいんですよ、筋肉が。それで普通の型で抜けないんですよ、特殊な方法を講じないと。でそういったことも全部、まあ、学校時代私理解大したからね、そういった先生方に相談してどういう材料がいいだろうかって、ステンレスの前に耐摩耗性があって非常に強い材料が欲しいということ で、 でたまたまこういう材料があるからやってみたらどうかって指示を受けたんです。でそれ最初やった時にあの頃でね、銀と同じくらいの値段するんですよ。そんなもんでね何十キロっていう型作ったら大変なことになりますよね。なんかこれはだけどどうしたらいいだろうと思って考えて、まあ、とにかくこの当たるとこだけそれが使えばいいんじゃねえかと、他は普通のあれでいいんじゃないかということで、そういうそこへ溶接してで削ってて型作ってって成功したんです。金型に溶接を施すというアイデアはこれまで誰も思いつかなかったものでした。そしてこの方法によって鈴木さんは18H ステンレスを使った錆びないピンセットの製造を実現させたのです。現在でも18H ステンレスでピンセットを大量生産し採算ベースに乗せることができるのは鈴木さんの工場だけです。みんなあそうかって、そうですよだからそうこうだって言えばあそうかってだけの話でしょ。だけど最初に考えるとは一番大切なんですよ。ですからうちで、まあ、このバネ作る技術というのはこれはうちしかないんですよ。ですからそれはごく簡単な原理なんです。ね、それをやっぱり最初にやって、いまだにどこも考えつかないんです。簡単だから余計考えつかない。あ、なるほどね。要するに逆転の発想でいけばいいんです。だ一番大切なのは考えること。鈴木社長が大きくしてきた会社は現在息子の正弘さんに受け継がれようとしています。27歳の時会社に入り、2代目として父親の仕事を理解しようと努めてきました。商売の後継ぐってことはまずその前の代がどういう商売をしてきたのか、うちの場合はピンセットを作ってますからどういうピンセットを作ってきたのか、その要するにどういう哲学を持ってどういうものを作りたくてどういうものを作ってきたのか、でやり方はどうであるのか、でそういったものを全てね、先代のやってきたものを 100% 正しくまず踏襲することがまず第一条件ですよ。まずね、まずそれができなくちゃいけないと思います。己はどう評価されるなんてことはどうでもいい。徳川15代でも2代将軍誰って言われて分かんないでしょ。1代3代はみんな知ってますけどね、まあもちろん皆さん知ってますけど、パッと出てくるって言ったら1代3代ぐらいのもんで、ね、2代があって名前はってなっちゃいますね。そんなもんなんですよ。2代目ってのはそういうもんですよ。それでいいんですよ。存在してなくてもいいんですよ。正しく理解するために丸1台かかっちゃうわけですね、ただしそれはその、400年前から変わらぬ製法のおまんじゅうを作る伝統を引き継ぐんではなくてですね、その時代に合ってる職人的なその、捉え方で、こう新しく時代に合ってる形に姿を変えて、父のこの会社がやってきたそのポリシーといいますか熱い思いを正しく受け継いで次に伝えると、これが2代目の役目です、ね、
正弘さんがやろうとしているのは製造工程のさらなる合理化です。その工場の中で時代が変わったら時代なりに形を変えていいわけで、で今あるものを正しいと思ってそのまま400年前の製法でおまんじゅうを作るようなことはせずにですね、今のやり方だったらこうなんだっていう見直しをまずしてます。で、一番問題にしているのは、職人仕事、この人が一生かけて築かれてきたその技がなければうちはご飯の元になるピンセットを作ることができないっていうことは一番その避けたい。人に頼るようなものづくりっていうことではなくてですね、その人が作り出してきた技術をいかにそれをそのシステムに置き換えていくかっていうことですよね。父親が推し進めてきた機械化の中でまだ職人による手作業が必要な工程が残っています。仕上げ工程です。例えば表面に残った切断の抜き目を削り取る工程、人の手が触れるピンセットに細かなバリが残っていると非常に触り心地が悪くなります。その除去にはこのグラインダーが使われますが、一本一本微妙な力加減で削り取っていかなければなりません。さらに先端部の調整、先端のズレを見極めハンマーで個別に固有のズレを修正していかなければなりません。こうした工程には長年の経験に裏付けされた非常に高度な技術が必要です。中でもピンセットの頭部を研磨する工程は最も手間がかかり、同時に高い加工技術が必要とされています。頭の中心線をグラインダーに垂直に押し当てて削っていかなければきれいに仕上がりません。わずかのズレが命取りとなってしまうのです。正弘さんは1年前この工程を機械化しました。これがその機械です。これによってベテランの職人にしかできなかったこの工程は誰が作業しても同じクオリティを作り出せるようになりました。正弘さんは工場の従業員と相談をしながらさらに合理化、システム化を図ろうとしています。あの機械でやってる人間にどうその抜けていくか。興和ピンセット工業はこの20年間値上げをしてきませんでした。それは絶えずこうした機械化によって合理化を進めてきたからです。そのおかげで他の医療小物が海外からの輸入製品によって競争力を失っている今でも海外の製品より安く性能的にも劣らないピンセットを製造し続けることができているのです。しかし合理化の手を休めればやがて競争力を失い、最後にはライバルたちに追いつかれてしまいます。いずれ職人技を全てなくし 100% 機械化された工場にしていかなければならないのかもしれません。しかし全てを機械化することはないと正弘さんは考えています。やっぱりピンセットはその道具の中で唯一感覚の道具ですから、ですから1から10まで機械で作っちゃったら感覚をその表現できないですからね。だからその全てその自動化したりとか機械化したりとかっていう気持ちはないんですよ。一番この基本にあるのはやっぱり手で仕上げるっていうか愛情を込めるというか命を吹き込むというか、やっぱり品物に対するあそこでもってやっぱり自分の作った品物っていう実感が出てくるでしょう。はあ、はあ、ね、いやでも やって例えばの話がピンセット全然分かんないものばっかりが会社に残っちゃったと、私もいなくなっちゃったと、そうするとどんなものが出来上がるか分かんない、ね、うん、だから分かるものがいるためにやっぱり手の工程が残ってないと、はいはい、そうしないとこれはあの本当のものができない。格好本来でもさっき申し上げたように格好本来でも使えるものができない、だから手の工程も残しておきたい。
だけど素人さんにはそこまで行く間機械でやってもらってもいいんじゃないか。で慣れてきたら手の工程に使うかと。だ手の工程も若干残しておかなきゃならない。だ全てが機械化がオールマイティーだと言ったらその失うものも結構多い。やはり品物を作る人間としてやっぱりそういったところに若干残しておかないとやっぱり本当のことが分かってくれる人間が育たない。ピンセット作りにおいては職人の技は機械に置き換えられます。しかし人間のものに対する思いや願いは置き換えることはできません。あえて手作業の工程を残す、そして人の手で製品に接し作り上げていくことで次の世代にものづくりの魂を残していこう、鈴木さん親子はそう考えています。講和ピンセット工業もまた世代交代の潮流の中にあります。ベテランの職人が退社していき工場内には若手の工員が増えてきました。彼らにものづくりの心をいかに育んでいくか。後を継ぐ正弘さんは少し新しいやり方で若者たちを育てていこうとしています。水色はすでに登場済みなの。それが これなわけ。正弘さんは若手の職人たちと共に考え試行錯誤しながら新しい発想のピンセットを作り上げたいと考えています。それを通じてものづくりの面白さを伝えていきたいと思っています。だろ、おしゃれだろ。ピンク色にしたらどうですかとか言いますからね。ピンクなんか可愛いかもとか言うんですよ。で僕一生懸命それで考えて、でこのピンセットステンレス自体色つけるっていうのは非常に面白いアイデアでね、その個体識別するために色で識別させるっていうのも一つ面白いアイデアじゃないですか。同じものをたくさん使ってる現場で、でそれを個体識別しなきゃなんないような状況があった場合、色で識別するって一番いいですね。病院の現場でもそれを要求されているようなところがありますから、それができたらそれはできたでまたちょっと面白いかなっていう。だからみんな言ってること真面目に言ってんだからふざけて言っててもいいんだけど、一度真面目に考えてみる、でやってみる、ダメならやめちゃう、よければさらにやるっていうね、単純明快。正弘さんは彼らの中に芽生えたものづくりの面白さの芽を摘み取らないように大切に育てていこうと思っています。工場が終わった後も一人で実現化のプランを練っています。父親から受け継いだものづくりの面白さ、正弘さんはその思いを若い工員さんたちと共有しながら新しいピンセットを世の中に提案していこうとしています。